ボンジュー、メググです。10月に入ってパリは毎日雨の続く季節になりました。寒い。フランスのコロナ事情もいろいろと変化があったので、今日はお散歩しながらお伝えできたらと思います。今はオペラ付近をお散歩しています。パリは最近だんだんと観光客の人も戻り始めて、賑やかさを取り戻していたのですが、コロナ事情は残念ながら悪化の一方で、先週9月24日にはなんと新規感染者数1日1万6000人超えなんて日もあって、もう恐怖でしかない。そしてコロナマップ、フランスではそのマップに危険度を色で表しているんですけど、今まで一番危険な色は赤のルージュだったんですけど、それをさらに上回るスーパールージュという色も誕生しました。そして新しいルールもできました。今までロックダウン後、パリでは飲食店の営業通常通り戻っていたんですけど、それが今週からレストラン以外のカフェやバーは夜10時までしか営業しちゃいけないというルールもできました。今まで南フランス、マルセイユとかの方ではすでに営業時間制限があったんですけど、それもアップデートされて、今ではロックダウンの時と同様に完全に営業停止になったりしています。そのせいでうちの人たち大きいデモもやっていて、いいのか悪いのか、今はまだパリは時間制限だけだけど、これからもっともっと感染者増えたらどうなっちゃうのかなと言っているうちに、そこ目の前に見えるのはオペラ座ガルニエ宮です。すごい雨でも、ウイルスもきっとすごいんだろうけど、景色は綺麗だな。寒すぎて一旦カフェに避難しました。ついでに今日のフランス見てみましょう。フランスコピーと検索た統計情報です。今日の新規感染者13,970件、死亡者63件。そして一番多かった9月24日はロックダウンの時を大きく上回って、なんと16,096件。もういつか自分にも回ってくることを覚悟しました。地図見てみよう。フランスはここ、ヨーロッパは全体的に広がってる。で、日本はどこだ。じゃあこれフランスに比べるとかなり数字低いけど、実際どうなんだろう。デイリー死亡率のグラフ、4月5月が本当に圧倒的に多くて、一旦収まって6月に戻ってる。で、また伸び始めてしまいました。怖い。スーパールージュのお話、これは9月23日に1日の新規感染者数がついに1万人を超えてしまったということで、赤の上の赤、スーパールージュが発表されました。パリも今スーパールージュです。赤の上も赤なんだね。ちょっと日本語に切り替えて、トリコロールパリ、大使館のホームページもチェックするんですけど、結構これが読みやすくて好き。気になるのはここ、10月1日のベラン大臣の会見で、今日から週末までの感染状況次第でパリも10月5日から最大の警戒ゾーンとなる可能性がある、その場合10月4日に発表するってことなんですけど、この最大の警戒ゾーンっていうのは、さっきお話ししたマルセイユとかで、そうなるとレストラン、カフェ、バーとか完全に営業停止になっちゃうんですけど、その発表が前日ってすっごないですか。これロックダウンの時もだったんですけど、いきなりテレビの会見で明日から外出禁止とか、明日から完全にレストランの営業停止してくださいとか言われるから、本当に結構みんなパニックになっちゃって、こういうところ本当フランスだなって思う。
警戒ゾーンっていうのはゾーンによってルールがいろいろ決められていて、パリの今の強い警戒ゾーンだと、例えば9月28日よりバーの22時営業終了義務付けるとか、公共の場所で10人以上集まっちゃダメとか、集会場、スポーツジム、体育館は閉鎖とかで、ちなみに私の教えている柔道場も稽古再開していたんですけど、クラスによってまたお休みになっちゃったりしてます。とイベントの最大人数が5000人から1000人とか、1000人でもいいんじゃないかなって思うけど、でもしかして来週から最大の警戒ゾーンっていうのになってしまうと、最短でも2週間全てのレストランバーを閉鎖ってなっちゃうので、そうするとまたあの静かなパリに戻っちゃうかもね。だってパリちゃん未だにマスクちゃんとしてない人多いもん。一応パリでは8月28日から野外でもマスクの着用が義務化されているんですが、なんていうかつけ方を勘違いしている人がかなり多くて、こういう注意も出てるんですけど、一番多いのがこの左のお鼻出しスタイル。本当にマスクのつけ方分かってないのか、お鼻を出してる人が多すぎて、こんな画像も流行りました。マスクからお鼻を出すってことは右のこれと同じだぞってことなんだけどね、ここまで言わないとダメなのか。それでも努力もしてます。挨拶、フランスでは普通はほっぺを合わせてチュッチュッってビズをする挨拶なんですけど、それがコロナになってから肘になりました。肘他にもたくさんのラインナップを取り揃えております。まずは先ほどご紹介した華麗に肘をぶつけ合うエルボーバンプ。子供からお年寄りまで幅広い人気を誇るカジュアルスタイルです。お次は足と足をリズミカルにぶつけ合うフットシェイク。2人の息を合わせた高度なタイミングを要求される上級テクニックです。一度で成功できたなら相手はあなたのソウルメイトかも。そして我らがおなじみジャパニーズグリーティング。単純に触れ合いたくない相手と出くわした時にもこれ、誰でも無条件に好感度を持ってもらえるジャパニーズスタイルです。最後は両手を合わせて合掌のポーズ、ナマステスタイル。こんな時だからこそ心の平和が大切。挨拶を交わす数秒間の間、無の世界へと誘ってくれるスピリチュアルな挨拶です。